こんにちは。今回の動画はですね、限定公開動画でいただいた私へのメッセージを、見てですね、返信をさせていただきますので、多分ほとんどの方にはね、何のことかわからないと思います。今回いただいた動画は、お孫さんなのかな。女性が一人と小さな娘さんがお一人写っていて、小さな娘さんはですね、私の大和くんと同じぐらいの年齢なんじゃないかなと思います。音楽に合わせて、踊って歩いてるところ、本当1分ぐらいの何気ない動画なんですけどもね、この何気ない風景の中にたくさんの幸せが詰まっている、そして未来への期待が込められているんだろうなと思いまして、私もね、毎日うちの大和くんとね、出かけるわけなんですけども、なんかね、一日中一緒にいるような感じですよね。実際一緒にいる時間結構長くてですね、いわゆる普通のお父さんですと考えられないようなね、日々を送らせていただいて、一日十数時間はずっと一緒ですからね。で、数時間はこうやって小脇に抱えて、今13キロぐらいの体重なんですけども、まだ片手で持てるぐらいのね、ダンベルぐらいの重さですから、あまりこう暴れるとはちょっと無理なんですけども、ただ持つだけだったら片手でも持てますんで、こう抱っこしながら、こっちの手でいろいろ作業するみたいなこともできるんですけどね。で、やっぱりこう、なんていうんですかね、自分にもこんな時期があったんだなと、当たり前ですけど思うと、どうしてなんですかね、なんか、あの頃は良かったなみたいなね、少年の頃を振り返って、若い頃は良かったなって思うのは、やっぱり自分のことが何者かを当時は知らなかったからなんですよね。こう、年齢を重ねれば重ねるほど、見たくもない自分の姿を見たりとかね、こすずるい自分の内側とかをね、やっぱ見て、それを受け入れて付き合っていかないといけなかったりとか、だからこそ善に憧れるんでしょうね。だからこそ義理人情を求めるんでしょうね。私自身も清廉潔白な人間だったらね、義理と人情を重んじる必要はないわけですから、筋を通すなんてこともね、別に考えなくてもできてるわけですから、やっぱできてないからこそそういったものに憧れるのと、生まれてきたばかりの子供さんとかね、我が子もそうなんですけども、とっても眩しいんでしょうね、きっとね。昨日ね、私の住んでる町の商店街の一角をこう撮影しながら、3本の動画コメント付きでお送りしたんですけども、滅んでいく町なんですよ、私の住んでるところも。これから人口が増えることもないですし、発展をすることもないでしょう。そんなところに、生まれた我が子、間違いなくこの町で生まれているわけなんですけども、この町で育っていくわけではありません。多分この町に帰ってくることもないような、そんなね、10年後や20年後が待っているんですよね。で、私の両親も群馬栃木から出てきて、もうすでにですね、圧倒的にこの新しい私の住んでいる町にいる時間の方が長いわけですよ。せいぜい生まれたところにいた時間っていうのは14、5年じゃないですかね。その15年しか生まれ育っていない故郷ってものを、遠くから、この広島からですね、思い出しながら、50年以上の時間をこの見知らぬ土地で過ごしているんですよ。いつの間にか時間が過ぎて、移り住んできた見ず知らずの町が自分の故郷のようになっていくんですよね。そしてそこで生まれた私などはまさに故郷です。で、私はたまたまね、こうやって自分の生まれ育ったところに戻ってくることができましたが、ただこういう例は少ないでしょうね。私の子供も、私が世界に今道を開いて数カ国にすでに資産を放り投げてますんで、多分そういうところにこれからね、行くように決めれば、そこで生きていくのかもしれませんね。私も一緒についていくのかもしれませんけども、もしかしたらこの国っていうのは、日本っていうのは、大和君にとっては生まれ故郷であり、私の住んでいる懐かしい町になっていくのかもしれないですね。どちらにしても私の希望する通りにはならないと思いますが、ただ狭い町にずっといてほしいとも思いません。世界に、いろんなね、目を広げて、そしてね、そこで出会う経験とか人と新しい未来を育んでもらいたいなと思いますね。私にできるのは、スタートダッシュをできるだけ広げてあげることかなと。
私の子供もね、二十歳になる頃には多分私はいないでしょうからね。まあ今からこういうことを考えるのも寂しいんですけども、まあ20年経つと私も70ですからね。70でどうかな、なんかね、なんとか生きてるかもしれないですね、70歳というふうなことをね、感じながらの返信動画でございました。いささかちょっとこうセンチメンタルになってるのはこの深夜2時35分という時間のせいでしょうか。そしてね、ちょっとこう喋り方がいつもと違うのは私口内炎ができてね、今喋りにくいんですよねということでございました。ありがとうございます。